モスクワ大公国、モスクワ大公国、モスクワ大公国,国、ロシア語は、キエフルーシの北東辺境地にあった、ルーシ系のウラジーミル・スズダリ公国のもとに成立した国家である、ロシア帝国の前身、モスクワルーシとも呼ばれる。アレクサンドルネフスキーの死後、その場シダニール・アレクサンドロビチに与えられた分領、モスクワ公国として成立し、 14世紀初頭に半島を拡大し、コロムナ、ペレアスラブリザレスキー、モジャイスクを得た。ボルガ水運の要所にあった、この国は経済的に発展し、1318年には、ノブゴロドとモンゴルの支持を得て、ダニールのコユーリー三世が初めて、ウラジーミル大公位を獲得した。1325年以降、大公位は、 トベリのドミトリー及びその弟アレクサンドルに移ったが、イヴァミ一世は1327年のトベリにおけるハンタタール放棄の際にモンゴルの先兵として活躍し、1328年にウラジーミル大公位を得た。その後、14世紀60から70年代にモスクワ公、ドミトリー・ドンスコイが及びトベリ大公国と戦い、これを従えたことで大公位は 安定的にモスクワに保持されるようになった。従って、この頃を実質的にモスクワ大公国の成立と考えてよいだろう。この国家の成立は、モンゴルの認可や、あるいは国家成立の宣言等によっては確認されるものではない。1380年、クリコボの戦いで、ママイに勝利。1389年、バシーリ一世が即位。 1392年、ニジニノブゴロド公国、タルーサ公国、ムーロム公国、ゴロジェッツ公国を併合。東ローマ帝国の滅亡後、すなわち、バシーリー二世紀の時代以降、正教会の擁護者としての意識を高める。1472年に、イヴァン三世は、東ローマ帝国最後の皇帝コンスタンティノス十一世の、名ソフィア、ゾ、パレオロギナを二番目の妻とし、 ローマ帝国の継承者であることを宣言し、モスクワをローマ、コンスタンティノープルに続く第三のローマと称し、初めてツァーリー、ロシア皇帝の称号を名乗り、ルーシの諸公国を併合。例えば、ノブゴロド公国は1478年、トベリタイ公国は1485年に併合し、また1480年にイヴァン三世がジョチウルスラ事実上の独立を果たした。 1547年イァン四世が、サーリ、王、または皇帝を意味する、君主号として体感する。これ以後、1721年までの間、つまり、ピョートル一世が元老院から、インペラトル、皇帝の称号を贈られ、国体を、帝国、インペラートルの国と宣言し、対外的な国号を、ロシア帝国、ロシースカやインペリアと称するまで、モスクワ国家は、 ロシアツァーリ国、ツァールストボルーコへと自称する。ただし、ロシア国外においては一部の国家を除き、ツァーリないし、皇帝の位は認められず、1721年まで大公の地位を持ち合わせていた。モスクワ公国は、元は、北東、ルーシュの小公国であった。したがって、元来は、キエフの公権力よりは、ノブゴロド公国、 ノブゴロドルーシの貢献力を受け継ぐ国家で、君主の称号でも、あるいは対外的な文書においても、北東ルーシを指して、モスクワは、ルーシの後継者であると表現していた。住民についても元来は、キエフ系の住民ではなく、現地の東、スラブ人とフィン人の融合した、独自の民族、文化、社会慣習を持っていた。これに、 広大になって、キエフルーシの内紛やモンゴルのルーシ侵攻などから、逃げてきたキエフからの難民が加わった。それが、国力を蓄えるに従い、15世紀末以降、キエフルーシの相続人を辞任し始めた。その大きな理由は、キエフ不死教座がモスクワへ先座したことである。とりわけ定世紀ロシア私学は、こうした見方を無意識のうちに引き継いだ。これに対し、 ウクライナでは19世紀のフルシェフスキー以来、キエフルーシの継承国家をハールイチルーシ、リトアニアルーシとする見方が登場し、着実に根を張った。こうした二つの見方の対立は、ソ連の研究史において表面上はやや緩和されたが、全体としては、モスクワを後継国家とする見方が強かったと言える。ソ連崩壊後、双方の見方は、ナショナリズムと結びつき鋭く対立したが、 その一方で両国の一流の研究者は、こうした対立とは距離を置いている。自国のみを正当的相続人とする見方は、歴史を一別すれば一面的な見方であることは、明らかだからである。しかし、相続人をめぐる問題は、両国のアイデンティティと関わるがゆえに、とりわけ教科書レベルではさほど冷静とは言えない記述が、参見される。なお、この問題は、 ロシアやウクライナ、ベラルーシに限定された問題ではない。中世後期よりアギエを朝のポーランド王国も、またルーシの相続人を辞任した。近世に入ると、ポーランドは、キエフを含めたかつてのキエフルーシの領域の大半を、キエフ県として領有することとなり、また、リトアニア対抗国との制度的同訓連合である、ポーランドリトアニア和国によって、 上記ハール一流子及びリトアニア粒子の正当な継承権を獲得、将来的にはモスクワの領域もポーランドの半島に加えられるべきであると主張していたポーランドのロシア戦争。しかしソ連の影響力のもとポーランドの主張は影を潜め、加えて第二次世界大戦後に国境線が西方に移動したことに伴い、ポーランドではもっぱらピアスト朝の相続人であることが 調査れるようになったソ連崩壊により、ウクライナが独立すると、ポーランド・ウクライナ関係に配慮することが定着し、ルーシをポーランド領とする主張はなりを潜めたが、ポーランド人の間ではルーシを未開の偏境地帯と捉える傾向は定着している。一方、ウクライナの主張は、同国の独立により、国際的にも広く知られることになったが、他方で、キエフ・ルーシの歴史を独占。 他国の素でもあることを認めずにしようとする一部の過激な見方には反発もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。